インドガビアルジョーカは、アリゲータージョーカとクロコダイルジョーカに並ぶ、ワニモクに属する三つのウエカの一つ。数多くの化石種が知られているが、原生種は、インドガビアルとマレーガビアルの二種のみが属する。インドガビアルジョーカは、アリゲータージョーカやクロコダイルジョーカと比べて噴部が、非常に細長い点が特徴である。この特殊化は、魚食性への適応であり、水中で噴部を動かす。 サイの抵抗を軽減し、獲物を捕らえる俊敏な動作を可能としている。小林海次は、著書、ワニと恐竜の共存巨大ワニと恐竜の世界において、初期のインドガビアル浄化として、エオトラコサウルスやトラコサウルスを挙げている。トラコサウルスは、ヨーロッパからも化石が産出しているが、両者とも北アメリカ大陸に生息した族である。これらの化石は、 海岸線の海の堆積物層から発見されており、海星であったとまでは判断できないものの、沿岸部の環境を好んでいたことが示唆される。絶滅した南アメリカ大陸のインドガビアル浄化は、後期古代3期から前期新代3期頃に、アフリカ大陸やアジアから分布を拡大した可能性が高い。プエルトリコの全新島から産出したアクティオガビアリスの化石からは、 彼らが大西洋を渡ってアフリカ大陸から移動したこと、そしてやはり彼らに海水への耐性があったことを示唆している。中心夜に入ると南米のインドガビアル浄化は多様性を増し、ピスコガビアリスやイカノガビアリスなどが出現した。特にクリポスクスクロイザティはインドガビアル浄化で最大の種とされる。ダグラスリフラによると1.4メートルの頭骨から推定される。 最大全長は10.67メートル、最大体重は2379キログラムに達した。原生のインドガビアルは、インド周辺の淡水域、または、寄水域に生息しており、祖先と違って海水に生息してはいない。このような淡水での生活は、彼らの進化史から見れば、最近の段階で確立された可能性が否めない。インドガビアル浄化は、マレーガビアルと、 アメリカアリゲーターやナイルワニによりもそれに近縁なすべてのワニとして分岐学的に定義されている。インドガビアル浄化はステムグループでクラウングループのインドガビアル化よりも包括的である。インドガビアル化に属するのは原生のインドガビアル化の最も近い共通祖先とそのすべての子孫だけであるがインドガビアル浄化にはクロコダイルやアリゲーターよりも インドガビアル化に禁煙なより基盤的な祖先も含まれるのである。原生種のみで考える場合には、インドガビアル浄化とインドガビアル化はシノニムであり、インドガビアル浄化は古生物学の文脈でのみ用いられる。伝統的には、クロコダイルとアリゲーターが禁煙とされ、ガビアルを除いたブレビロストレス類という分類群が考えられていた。この分類は、 骨格の形態学的研究に基づくものであった。しかし、後の DNA シークエンシングを用いた研究では、ブレビロストレス類は棄却され、アリゲーターよりもガビアルとクロコダイルが互いに禁煙であることが判明した。2003年には、新しい系統群として、ロンギロースターズが命名された。さらに、マレーガビアル及びそれに禁煙な化石種が実際には、 インドガビアル城下インドガビアル下に属することも DNA 研究により示唆された。マレーガビアルはインドガビアルと外見が類似していながら桃園と考えられており、マレーガビアルの属するとミストマーカーは伝統的にクロコダイル城下に分類されていた。これも形態学的研究に基づくものであった。二0 1八年に発表されたリートイエーツの研究では、形態情報、分子情報、 創除からはアニメ内の類縁関係が示され、2021年にはヘキララが絶滅した母愛の DNA を抽出して解析を行って、これを拡張した。リーとイエッツの解析ではトラコサウルスやその他の化石属がインドガビアル城下から除外された。ありがとうございます。